皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズは古代民族の攻防ってことですが、本日取り上げる民族は契丹です。契丹といえば宋に対して恐怖を与え続けた梁っていう国が有名ですが、でも実はこの契丹っていう民族、中国の歴史に大きな影響を与えただけでなく、日本の歴史にも関わりがあるんですよ。その他にも最近の研究で彼らの文化や社会システムがよく理解されてきていたり、実は今契丹が熱いんです。ということで、そんな契丹の話早速いきましょう。まずは契丹が登場した時代の状況から見ていきたいと思います。時は7世紀後半、場所は今の中国の東北部、モンゴル高原の東の端あたりです。7世紀後半っていうと、中国では唐王朝が全盛期を迎えていて、シルクロードを通じて世界中の文化が首都の長安に集まってきていた時代ですね。そんな中、中国の北方の草原地帯で新たな勢力が台頭してくることになります。それこそが契丹です。彼らは馬に乗って自由に草原を駆け巡る遊牧民族ですね。ただそうは言っても、どうも契丹は純粋な遊牧民族ではなくて、彼らは遊牧と農耕の両方を行う、いわば半遊牧半農耕の民族だったんですね。これが後々彼らの強みになっていくことになります。例えば草原が干ばつで苦しんでる時も、農耕地があるおかげで食料を確保できたりね。そんで遊牧民としては、彼らの騎馬戦術は当時としては最先端のもので、例えば契丹の騎兵は鉄斧って呼ばれる全身を鎧で覆った重装備の騎兵だったんですけど、これがまあ強かったらしいです。で、契丹が登場した背景には、実は唐王朝の北方政策があります。北方民族ってのは、いつの時代も中華王朝にとっては難しい存在で、唐は北方の遊牧民族の力をどうにかコントロールできないかと、もう彼らを味方につけたり敵対させたりしたんですよ。で、これを吉備政策と呼ぶんですが、要するに飴と鞭の政策です。北方遊牧民系の土地を唐の集権に組み入れて直接統治としながらも、でその管理には現地の異民族を採用して、で現地の開示を図るっていう。吉備っていうのは馬や牛をつなぎ止めておくっていう意味ですね。吉備政策自体は突厥が唐によって滅ぼされた時に始まったもんですが、やがて契丹もその枠組みに入ってくることになって、そんで契丹自身も周辺の弱小部族を次々に吸収して力をつけるようになります。彼らは力で押さえつけるだけでなくて、相手の文化や習慣を尊重しながら取り込んでいったんですね。これが彼らの急速な勢力拡大の可能にした秘訣の一つと言われてます。で、他の動画でもよく言ってますが、強硬的な吸収合併っていうのはどうしても氾濫リスク高まりますからね。契丹はそこら辺をうまく対処しながら、驚くべきスピードで勢力を拡大していきます。そんで彼らの台頭は当時の東アジアの力関係を大きく変えることになって、唐王朝にとっては新たな脅威の出現を見せることになります。吉備政策の中でも契丹は粘り強く唐に抵抗を続けて、やがて最終的には唐から自治権を獲得することに成功します。で、また契丹は周辺の遊牧民族とも巧みな同盟関係を結んでいて、特に契っていう民族とは密接な関係を築くことになります。この同盟関係が後の契丹の大発展につながっていくんですね。次に、契丹ってどういう人たちだったのかについてもう少し細かく見ていきたいと思います。契丹はモンゴル系の言語を話す民族だと考えられてるんですが、でも彼らの文化はさっきも言ったように半遊半農で、例えば彼らは夏には涼しい草原で家畜を飼いつつ、冬には暖かいところで農業を行うっていう生活スタイルを確立していて、だから単純にモンゴル的っていうわけではなく、中国文化の影響も強く受けていたんですね。で、彼らの社会は8つの部族連合から成り立っていて、その中でもヤリツ氏っていう一族が特に力を持ってたんですよ。このヤリツ氏が後に領を建てることになります。で、八部制は契丹社会の基本的な枠組みで、各部族には独自の役割があって、例えば軍事を担当する部族、経済を担当する部族なんかがあったらしいんですね。もう部族社会と言いながらもなんか官僚的ですよね、とても。で、あとは彼らの文化で有名なものといえば、今でも完全解読されてない契丹文字ですね。契丹文字には大字と小字の2種類があって、で大字は表意文字で、一方小字は表印文字らしく、もう大字の方は漢字っぽいんですけど、小字はもうなんかもうわけわかんないですね。漢文との2言語対照資料があるにもかかわらず、現在のところほとんど解読されてないっていう、とてもミステリアスな文字です。で、宗教に関して言うと、契丹は仏教を深く信仰していつつ、でもそれと同時に自分たちの伝統的なシャーマニズムを大切にしていたみたいで、契丹人の墓からは仏像とシャーマニズムの儀式道具が一緒に出土することがあるみたいです。
で、あと社会構造の話をすると、契丹の女性の地位は当時としては珍しく高かったみたいですね。女性が政治に参加したり、で、さらにはなんと軍を率いたりすることもあったらしいです。遊牧民族社会は女性が強いのは有名であるんですけど、将軍として兵を率いるとなると、もうこれはすごいことですね。で、その他にも国王の死後も強い影響力を保って政治を動かした皇太后がいたり、契丹の女性たちにフォーカスしてみたら、まあ、結構面白いかもしれないですね。ということで、次は契丹が東アジアの歴史に与えた大きな影響について見ていきたいと思います。まず契丹は916年に領を建国しますね。建国者はヤリツアボキ。先ほども出てきたヤリツ氏出身ですが、アボキっていうのは本名じゃなくてあだ名なんですよ。本名はチュエリ。じゃあアボキはどういう意味かっていうと、これは散脱するもの。何やら不穏ですね。ヤリツアボキは他の7部族の族長を次々と騙し討ちにして契丹族を統一して、そして契丹の王として国を建国したと。それが領です。で、領王朝は中国北部から東北部で、そして内モンゴルにまたがる広大な地域を支配して、北面官と南面官っていう二重統治システムを採用します。北面官は遊牧民、南面官は漢民族を統治するってもんですね。例えば遊牧民には遊牧民の法律を、で、農耕民には農耕民の法律を適用するっていった具合です。この多文化共生スタイルの柔軟な統治システムのおかげもあってか、領は約200年間も続くことになります。で、契丹の影響は実は日本にも及んでたんですよ。平安時代の日本人にとって契丹は活発な交流はないながらも恐ろしいイメージだったみたいで、まあ、例えば平安時代の今昔物語集には契丹の軍隊が攻めてくるっていう噂で京の町が大騒ぎになるなんて話が載ってるらしいです。まあ、当時の日本人にとって契丹はそれほど強烈な存在だったんですね。また契丹の文化では朝鮮半島にも大きな影響を与えます。例えば当時の高麗は契丹の圧力に対抗するためにより強固な中央集権国家を作り上げていって、で、軍事的技術的な発展を進めていくことになります。まあ、例えば高麗は高麗青磁っていう美しい陶磁器の生産技術を発展させたんですけど、まあ、これも契丹の影響が遠回しにあったのかもですね。最新の研究では契丹の影響がもうさらに広範囲に及んでいたことが分かってきています。だからこうしてみると契丹っていう民族が実は私たちの知らないところで東アジアの歴史に大きな影響を与えていったことが分かりますね。まあ、彼らの存在を知ることで歴史の見方が少しは変わるんじゃないでしょうか。ということで、続いてそんな契丹が建てた領の滅亡について見ていきたいと思います。領の滅亡は12世紀の初め頃、かなり急激に進んでいくことになります。まあ、でもそこに至るまでにはいくつかの要因が重なってたんですよ。まあ、まず内部の腐敗。もう領は長い間安定した統治を続けてきたんですが、まあ、やっぱね、国が安定期に入っていくと今度は宮廷や官僚組織にどんどん腐敗が広がっていくんですよ。もういつの時代もね。特にさっきも触れた北面官と南面官っていう二重統治システムね、もうこれがその腐敗のせいでだんだんうまく機能しなくなってきます。で、それから外からの圧力も無視できなくなります。北の方では女真族、まあ、これが後に金を建国する連中なんですが、もう彼らがどんどん力をつけてきて、で、領にとって大きな脅威になっていきます。で、一方で南では宋との長年の対立が続いていて、これらが領の国力を徐々に消耗させていったんですね。あとは自然災害も領を苦しめることになります。干ばつや洪水が何度も起こって農業生産に大打撃を与えたんですよ。これが経済的な困難を引き起こして、で、遊牧と農耕のバランスを取るっていう契丹の独特な生活様式を崩していくことになるんですね。で、さらには周辺の民族たちの離反も大きな問題で、かつては契丹の柔軟な統治システムに惹かれていた周辺民族がもうだんだん離れていっちゃったんですね。特に長年同盟関係にあった契が離反しちゃって、もうこれは領にとって大きな痛手だったんじゃないでしょうか。で、さらに言えば軍事力の低下もあります。長い間平和が続いたせいで、かつての強力な騎馬軍団を維持するのが難しくなっていったんですよ。で、先ほども挙げた鉄斧っていう重装備の騎兵こそが領の誇りだったんですが、まあ、周囲には新しい戦術や技術が発展してきて、だんだんその優位性が失われていったんですね。こういった要因が重なって、ついに1125年金の侵攻を受けて領は崩壊してしまいます。最後の皇帝である天祖帝は南の方に逃げたんですが、1128年に捕まってしまって、で、こうして約200年続いた領はもう完全に幕を閉じることになります。まあ、でもね、領が滅んだ後も契丹の文化や政治システムは東アジアに大きな影響を残し続けたんですよ。例えば金や元といった後から出てきた征服王朝は領の二重統治システムを参考にしたりしてます。あとは契丹文字や芸術なんかも周りの地域に影響を与え続けたんですね。そんで領が滅んだ後、契丹人は滅亡してしまったのかというと、これはそういうわけでもなく、彼らは西の方に逃げていくことになって、その国が清涼、カラキタイとも呼ばれる国を建国します。
これによって契丹人は東アジアから中央アジアに活躍の場を移すことになったんですが、まあ、でもこの国は短命で別の遊牧民族によって滅亡させられてしまうことになるわけなんですね。ということで契丹の話はいかがだったでしょうか。契丹というともう世界史の教科書レベルではね、宋を脅して上納金を支払わせるヤクザ国家みたいなイメージがどうしても強いですが、まあ、しかしその実態を見ていくと彼らの社会のより深い姿を見ることができたと思います。ということで、古代民族の公募シリーズ、これまでいくつかやってきましたが、一旦このシリーズは連続でやるのはここら辺で終わりにしておいて、まあ、これからは不定期更新としてそのうち別民族について取り上げていきたいと思います。リクエストなどあればぜひコメント欄に載せていってください。この動画をいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、X のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。